250形電車とともに戦後の混乱期に宝塚線で誕生した電車がテーマです。ナレーションの字幕を出すことができます。パソコンなら字幕マーク、スマホなら CC マークを押してください。1950年代に入っても宝塚線の輸送状況は逼迫したままでした。550型の製造は1951年で打ち切られ、1953年から投入されたのが610系です。古い車両から電気部品と台車を取り出し、少し新しい電車のそれと振り替え、捻出した電気部品と台車に新造車体を乗せるという複雑な手法で製造されたのは550型同様です。610系は宝塚線、箕面線、今津線、伊丹線などで運用され、後に能勢電鉄へ譲渡されて1992年まで活躍しました。晩年の能勢電で走っている姿をスライドショーでお届けします。610系のトップナンバー610号車です。660号車とともに阪急電車では数少ない全面非貫通です。これは660号車なのだ。1981年平野駅だよ。タイトルに登場した666号車が妙見急行に充当されています。岡町豊中間の留置線で600型と並んでいた620号車だよ。1980年の妙見口駅なのだ。一方、阪急宝塚線や今津線などでは1010系、1100系、2100系などの大型車が普及して、輸送力に劣る610系の出番はなくなりました。1977年、阪急電鉄から610系は姿を消したよ。能勢電ではまだしばらく頑張っていましたが、ついに1992年に引退しました。全車解体され、今その姿を見ることはできません。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。